13N はポーランドのコンスタルによって製造された路面電車車両。扉がない側面から見た 13N 第2次世界大戦後のポーランドの路面電車は復興に伴い利用客が急増し、それまでの主力だった小型二軸車の収容力不足が課題となっていた。それを受け、アメリカで開発された高性能路面電車 PCC カーの技術を用い、 チェコスロバキアのタトラ国営会社、スミーホフ工場で製造されたタトラ T1 が1955年に2両輸入され、翌1956年にはそれを元にした試作車で、ある 11N が製造された。しかし、量産車についてはタトラカーの技術を用いず、1959年に PCC カーに関する特許を有していた。 アメリカの TRC から直接ライセンスを獲得した上で生産することとなった。そして同年から量産が始まったのが 13N である。奇襲点にループ線がある線形に合わせ、運転席はパンタグラフが設置されている方向にのみ、存在する型運転台式で、扉も車体の片側に3カ所設置されている。伝送機器は、 ベルギーのアセックが製造したものを使用している。リニューアル改造が行われた821プラス818、編成1959年から1969年に、かけて842両が製造され、シレジアインターアーバンに導入された4両を除いて、ワルシャワ市電で用いられた。そのうち2両については1994年に、リニューアル改造が行われ、 扉や電子機器が交換され、全消灯が変更されたことに加え、818の運転台が撤去され2両編成を組むようになった。50年以上にわたって活躍を続けたが、後継の超低床電車への置き換えが進んだため、2012年12月31日から2013年1月1日にかけてワルシャワ市電で行われた特別運転を最後に営業運転から引退した。 チェコスロバキアや東ドイツなどかつての東側諸国の路面電車路線には1949年に結成された経済相互援助会議以降、KD タトラが製造した路面電車タトラカーが標準車両として導入されていた。しかし、ポーランドへの導入は1955年のタトラ T1 や1993年以降のタトラ RT6N1。 国外からの上渡車両など少数に止まり、13N 以降の新型車両については、コンスタル製の独自車両が長期にわたって導入されることとなった。ありがとうございます。